しちゃったんで、ちょっとぶら下がろうと思って。よし、皆さんの想像をはるかに超えてぶら下がりました。皆さんに渡って渡ってって言われたんですけど、よし。はい、というわけで皆さんの期待にお応えしまして、期待以上に今回は渡るではなくぶら下がってみました。皆さんもしっかり鍛えてください。なんて言うんでしたっけ、こういうの。懸垂だ。懸垂ですよね。懸垂です。はい、ということでちょっとやってみました。さあ、それではこの時間はですね、来週にかけて確認していくコーナーです。まずはこちらのコーナーからいきましょう。来週のリポートポイント、さあ、今週も体感的にも大きく変わった1週間になりましたが、来週、まあ、この先1週間どうなっていくのか確認していきたいと思います。それでは予報センターの木田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この先1週間のポイントですけれども、どうですか。秋が深まる。秋が深まる、はい、まあそんな1週間じゃないでしょうかね。本当にね、秋らしい1週間になると思います。で、はい、今月はさっきも、ね、お話した通り、10月前半はなんか暑くて、ここに来て一気に秋っぽくなってますね。うん、うん、その変化にちょっと驚く1週間かもしれませんね。なるほど、はい、じゃあちょっと天気マーク見てみましょう。はい、お願いします、はい、あれ、なんかちょっとおかしいですね。はい、こちらです、27日日曜日、今日から土曜日まで天気マーク並んでいますが、はい、なんか晴れがだいぶこの先1週間多いような気がしますね。そうなんですよ、もうまさしくその通り、うん、雨の日の方が少ないって嬉しいじゃないですか、はい、ね、で、だいたいずっと晴れが続くっていうのは結構珍しいんですよね、うん、その珍しい週間に入っちゃったかなという感じもしなくはありません、はい、もう一度見てみましょう、はい、で、雨が降るのが一体どんなタイミングかっていうふうに見ていきますと、まず今日、これ北陸、北海道、日本海側、これ先ほど言った通り、北海道を除いて今日のところは午前中中心だと言ってましたよね。ですから、はい、まあ、だんだん回復傾向だと思ってください。で、そしてもう一つ気になるのが水曜日のこの小さな雨、新潟とこの辺の曇り空、この辺がちょっと気になりますけど、他はまあいいんじゃないですかといった感じ。おお、ここ最近には逆に珍しい週間です。そう、珍しい、はい、うん、で、本当にね、気持ちのいい爽やかな、昼間は爽やか、でも朝晩は冷えるといったね、1週間になりそうです。で、はい、要は高気圧に覆われるんですよ。高気圧、なるほど、うん、高気圧に覆われるんですけども、普通だいたい長く続かないじゃないですか。そうですね、どこかで途絶えると。で、どこかで途絶えるっていうところのタイミングが実は水曜日なんですよ、実は、うんうんうん、でもこの水曜日の影響っていうのが全国的な影響までいかないっていうのが今回の特徴ということが言えると思います。じゃあそれが一体何なのか、はい、ね、ちょっと天気図見せろと言われそうですからちょっと天気図見ていきたいと思います。お願いします、はい、まず明日の夜の天気図ですけども、これは高気圧、ね、高気圧にすっぽり覆われます。これ覆われてますね。日本列島高気圧の勢力圏内、まあ、北海道がちょっとね、少し縦縞というか斜め縞になってますから、回復遅れるっていうのは、まあ、そういうことでしょうねと。で、月曜日、はい、朝引き続き高気圧に覆われています。これだけ全国的にね、
でっかい高気圧に覆われるっていうのも結構珍しいことだと思います。うん、そうですね。はい、そして週間天気図見てみましょう。はい、火曜日一応、ね、高気圧に覆われるんですが、中心はねほら東に行っちゃうんですよ。ちょっと残念で、前線が日本海に進んでくる、ちょっと怪しいぞと、いう形になります。要は週頭の高気圧とその後にまた進んでくる高気圧の間、要はここが気圧の谷と呼ばれているところ、ちょうど前線があるところ、これが火曜日日本に近づいてくる、姿を現すということですね。で結果として水曜日ほら日本列島ね通過していきます。だからちょっと雲が多くて雨が降るところがあると。ただなるほど、日本海側からこれ通過してくるっていうことなので影響は日本海側中心、そして西の方はもう前線がこれ切れてしまってます。だからどちらかというと北陸より北が中心ということが言えそうです。なるほど、はい、広い範囲には影響しないんですね。まあとは言ってもね、日本海側ちょっと雲が出たりとかね、はい、まあ、いろいろはあるとは思いますが、まあでも影響は北の方が中心だろうと、北陸から東北、北海道が中心だろうということになりそうですね。なるほど。で木曜日、はい、あまた高気圧、すぐまた高気圧が出てきてくれるんですね。はい、で金曜日また高気圧、ということでこれはいいじゃないですかと。で土曜日、まさしく高気圧に覆われる、そんな1週間ですね、ということにどうやらなりそうですね。今週は洗濯物乾きそうです。そうですね、先週結構洗濯物乾かないっていうリポートが多かったんですけど、まあ、洗濯やり放題、乾かし放題、ということにはなりそうです ね、はい、ね、秋を満喫できそうです。そうですね、まあ、汚れてなくても洗濯したくなると、まあ、そんな感じになるかもしれませんね。まあ、気持ちがいいんで布団干したり、あとなんだろう、掃除したりとかね。あ、そうですよね、お掃除するにも気持ちがいいですしね、はい、スポーツもできますし心地のいい陽気ということですよね。はい、そういう感じになり、はい、まあ、ちょっと水曜日あたりがちょっとね、場所によっては雲が多くなってきますよというぐらいに考えておいてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ということで、あ、今自転車に乗るとか洗車したいとかね、いいですね洗車。私車運転できないんですけど、あ、できないっていうか、はい、できないんですけどでボケツホールみたいになってしまう。はい、あ、洗車車持ってないんで大丈夫です今運転できなくても洗車できるから大丈夫ですって言われたんですけど、はい、ということで洗車するにも本当にねいい陽気だと思いますので、ぜひ今週の晴れは有効にご利用いただきたいと思います。さあ皆さん、そろそろ眠くなってきちゃいましたね。はい、お休み前のロマンチックということで、ちょっと皆さんにこのあと1時ぐらいまではたっぷり盛りだくさんでお送りしたいと思います。さあまずはお休み前のロマンチックということで、今週ですね、あ、今週ですよね、21日月曜日の夜オリオン座流星群がありましたが、皆さんご覧になりましたか。まずちょっとリポート見ていきます。さあそうです、ロマンチックは止まりません。いきましょう、リポートで届いてるんでちょっと改めて見ていきたいと思います。オリオン座流星群、ウェザーニュースでは7限中継いつもの通りお送りしましたが、今回もすごい、大阪府のクラウドナインさんのリポートを見ていきます。午前2時半くらいからベランダから眺めていましたが、肉眼では見ることができませんでした。夜明け前までカメラのタイマーをセットして就寝、オリオンの三つ星の横に流星が映っていました。わかりますか、真ん中のちょっと左に若干薄い雲に隠れてるんですが流星が映ってるんです。すごい、ちゃんと捉えられているということで、わかりますか、真ん中に三つ星が映ってますが、その左側にシュッと線の入っているものがあると思います。はい、これが流星ということでコメントいただいておりました。
さあソライブスターも非常に盛り上がりまして、あのヤフーの、キーワードランキングトップがソライブ24だったということで、2位もウェザーニュースかなんかでしたよね、はい、あ2位がオリオン座流星群で、3位がウェザーニュースということで、ヤフーニュースのトップ3にウェザーニュースのコンテンツが入ったということで、本当にすごいことだと思います。さあということで、そんな番組をご覧いただいた皆さんに、そして見なかったという皆さんに、この時間まで起きていただいた方には流星のプレイバックいきたいと思います。それではどうぞ。非常にはっきり見えてますね。はい、ということで素晴らしい流星の映像なんですけれども、そうなんです、良いカメラでしたねといただいている通りですね、今回非常にいいカメラをお貸しいただきまして、まあ、その映像ワテックさんですね、そうですのおかげでこんなに素敵な映像を再び届けることができました。はい、非常に鮮明に見えてますよね、非常にいいカメラですが、まあ今回10月21日オリオン座流星群でしたけれども、次回の流星は11月17日、獅子座流星群です。次回もこんなに今回見えたら楽しみになっちゃいますね。はい、ぜひ11月17日の獅子座流星群もソライブスターご覧いただきたいと思います。ぜひ注目です。さあそれでは最後にこちらのコーナー行きましょう。From 倉庫。さあ今夜のこの時間は皆さん大発表です。ですね、先週秋パーティーでウェザーリポーターさんとザ座談会やりまして、先ほどお伝えしました通りですね、150人近くのウェザーリポーターさんと、ソラマスを持っている方も半分近くいらっしゃる、ものすごい座談会になりました。でですね、まあ、やっぱりウェザーリポーターさんのパワーはすごいということはね、もう社内でも大いに盛り上がっております。先ほどもみんなでツアーに行こうで、結果的には420人を超えるチャットの参加数になりましたけれども、実はですね、来週なんですが、私初九州上陸いたします。来週なんですけれども、九州佐賀県に行きます。九州の皆さん、ぜひお越しいただきたいと思いますが、まあ、私一人で行きます。特に佐賀の方です。佐賀、はい、お気づきですね。来週九州初上陸ということで、私、はい、内蔵さんとともにですね、佐賀のバルーンフェスタに行きます。はい、ちょっとこちら改めてご紹介しておきましょう。2013年佐賀バルーンフェスタ、こちらのページです。はい、バルーンフェスタというのは非常に大きなイベントで、毎年佐賀の皆さんからね、たくさんのリポートを
いただきます。はい、非常に大きなイベントで、あの熱気球というのはですね、まあ、空を読むスペシャリストですね、乗る方は皆さん、あの上空に、まあ、行くとですね、高さによって風が違うんですね。まあ、そういった風をこの気球に乗る方は読んで競技に参加する、まあ、そんなイベントで、もう非常に大きなイベントになります。あの世界中からこの熱気球に乗る方たちがいらっしゃって、はい、SA 佐賀、 SAGA 佐賀って久しぶりに聞きましたね。はい、佐賀にこのプロの皆さんがいらっしゃるということで、空読みのプロとともにですね、まあ、今回佐賀に私も行ってこようと思います。いつも内藤さんがこの実際に気球に乗る皆さんにブリーフィングをされますが、まあ、今回ももちろん内藤さんのブリーフィングがあって、この熱気球を皆さんが大空に飛ぶということでですね、来週九州に佐賀に私行く予定です。あの会いに行く天気予報みたいな形でですね、イベントをやるわけではないんですけれども、九州北部の皆さん、ぜひこのね、もう空読みのプロが集まる大きなイベントですので、ぜひお越しいただいて一緒に楽しんでいただきたいなと思います。でちなみにですね、あ、そうです、入場は無料で、参加しない方でももちろん見に行けますし、村田さんからですね、皆さん聞いてください。もちろんこの中継はするんですけれども、皆さんとやれる企画を準備していけという指示が出ております。皆さん何します、何しましょうか。あのもちろん現地にね行く方はそこでリポートするということに、リポートしていただくことになるとは思うんですけれども、番組をご覧いただいている皆さん、そして測る企画なども連動して、今回この佐賀に私行きます。ですので皆さんと一緒に何かできる企画を準備してですね、佐賀に行く予定です。はい、ですね、ちょっと企画的に何をしようかなって今まだ考えてるとこなんですけども、あの単純に気球に乗れたとしたら気圧の変動を見たいですよね。はい、気圧の変動を見たいっていうのもありますし、そうですよね、上昇、あ、もう皆さんから上がってきます。空マスを持って気球に乗るのはもう絶対ですよね。上昇前と上昇後の気圧の変化、はい、気圧から、あ、ポテトチップス、あ、ポテトチップスの膨らみ変わるかどうかですか。あ、じゃあ持ってきますね、ポテトチップス。まあ、気圧と高さは絶対にあります。あ、毎年行ってますって北九州の方いらっしゃいますね。はい、ポテトチップスと、じゃあ気圧のデータもちろんやります。で、この佐賀の局地気象的なことも関わってくるわけなんですけど、まあ、内藤さんがそのあたり詳しくブリーフィングされると思いますが、まあ、こういうのも本当はいろんなところで測ってみた方が面白いと思ってるんですよね。はい、あ、気球のメカニズムとかね、そういうのもありますね。で、地上の風向と上昇後の風向って全く違うので、まあ、日によって当然違うんですけども、ちょっとした風の影響で気球はふわって移動する方向変わりますからね。風向きね、面白そうですね。はい、風の強さも当然違います。あー、そうですね、やっぱり分かるもの、ポテトチップスとかペットボトルとか、あと気温の変動とかですね、まあ、こういうものもありますね。はい、もちろん中継する予定です。私高いところ大好きですね。高いところ全然平気です。はい、でちょっと乗れるかどうかは分からないんですけども、あの中継をしっかりしていきたいと思いますので、皆さんが参加できるコンテンツも用意していく予定ですので、それはまた随時番組でお伝えしたいと思います。ちなみに私、内藤さんと気球に乗りに行ったことあるんですけど、はい、内藤さんがですね、私に朝早朝に、俺昨日こんちゃんが、気球から携帯を落とす夢を見たって言われたんですよ。だから絶対こんちゃん落とさないでねっていうのを朝早朝4時ぐらいに言われていて、で、落とすわけないですよとか言ってたんです。そしたらですね、普通に気球に乗って落とすわけないじゃないですか。
で、もう2分でこの話やめにしますけど、落とすわけないと思ってたんですけど、気球に乗ったらですね、幻の日の現実が太陽の横に2つ綺麗に見えてきちゃったんですよ。うわー、気球から現実って思って、うわー嬉しいみたいな感じで、一緒に乗ってた人も現実知らなかったんです。なんで、太陽と周りに右と左に見えるのが現実でって言って、幻の日って言うんですよみたいな話を一緒に乗ったお二人と、全然関係ない会社の人じゃなくて、その気球をいつも運転されてる方と一緒にいて、そうです、写真撮らなきゃって言ってカメラを向けて何枚か撮った瞬間ポトッて落としたの携帯を本気で落としまして、本気ってかもう本当に落としまして、気球から、はい、気球から普通に、いや、気球の中に落ちたわけで、気球からフューンって漫画みたいな感じで落ちてたんですよ。でその後どうなったかと言いますと、結構着陸に近い位置にはいたんですね。河川敷で結構近いところにいたんで、そのままヒューってうまい方だったんで、プワーッと落としていただいて、ほぼ崖みたいなところに落ちた携帯を取りに行きました。内藤さんの夢は正夢になったっていうか、なんていうか、はい、そういうことがありました。はい、本当にね、回収はできたんです。でしかも壊れてもいなかったんです。全く無傷の携帯でした。はい、いやだから破壊してないんですよ破壊はしてないんですけども、落下しましたという話でございます。はい、ということで深夜1時になりました。今回はしっかり落とさないように中継していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。佐賀バルーンフェスタお越しいただく皆さんはね、ぜひお会いできればと思っておりますので測る企画です。測るです。はい、ということでこの時間も本当にチャットたくさんのご参加ありがとうございます。まだ300人超えてるということで、なんとこの時間もですね、キャー310、隠れてる、失礼しました、316人もいらっしゃいますね。本当にこんな遅くまで皆さんありがとうございます。 BS でご覧いただいている皆さんもありがとうございます。しっかりこの感謝は皆さんにお伝えするためにこの後再び登場したいと思いますので、はい、この後ぐるんぐる回す予定ですので、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。それではナイトはここで失礼したいと思います。この後再び登場しますので、ぜひそこまで寝ないで待っておいていただきたいと思います。それではナイトはここで失礼いたします。You.
ということで、感謝の気持ちはこれだけでは表しきれないということでですね、この方にも出てきていただきます。それでは皆さん、せーの、どっち回しでも好きな方で大丈夫ですよ。木田さんやる気ないですよね、それそれやる気ないです。それやる気ないです、木田さん、ちゃんとやってください。これ今サポーターさんへの感謝の気持ちを込めて今日やってるんですよ。コツはですね、腹筋に力入れるんです。腹筋に力入れて、ちなみに木田さんマイクつけてないのに、私マイクつけてやってますよ。勝手に落ちてるんだよね、勝手に。はい、木田さんちゃんとやってください。藤原の効果が起きているかもしれない。藤原の効果あ、じゃあ私が28号かな、木田さん27号ですね。これ絶対筋肉痛になる。これ筋肉痛になりますよ、木田さん。大丈夫。木田さん、明日腹筋が筋肉痛にならなかったら、はい、真面目にやってなかったっていうことですね。私も多分3日、筋肉痛になった方がいいんだ。そうです、私だって、はい、秋パーティーの後3日ぐらい筋肉痛でしょ。本当にそれはびっくりしました。それはないね。いや本当に筋肉痛でした。年寄りはよく、あ、そっか、間違えました。木田さんは明後日筋肉痛が来たら正しいです。明日は大丈夫で、私明日来ると思います。いや、こんちゃんも明後日じゃないの。こんちゃん明後日で、僕はしあさってかもしれない。私は多分明日の夜です。明日の夜。木田さん明後日、明日の夜ってちょっともう遅いですよね。前回そうだったし、秋パーティーの次の日、朝はそんなことなかった、夜の方がひどい筋肉痛でした。はい、ということで、この二人何言ってるのって思う。おっしゃる通りです。これも予報センターのメンバーが見たら何やってんのって言われちゃいますよ。はい、今行けた。もう永遠にやってなきゃいけない。両方、確かに両方社員だ。あ、フラフープをやりながら今日の振り返りですけども、今日はですね、台風28号の振り返りをやり、27号の振り返りやりまして、空ミッションの参加者数が12万人を超えたのをやっておりました。さらに霧の空読みも今日はやりましたね。はい。霧の空読み。ということで、なぜこれを今やってるかと言いますと、今日はなんとチャットが420人超えでした。420人超え、本当にありがとうございます。はい、ということで、感謝の気持ちを私と木田さんはフラフープでやってます。それ車の運転ですか。あ、そうです。そうなってますね。大型車。本当に皆さんありがとうございました。はい、はい、ということで、
まあ木田さんはこんなテンションなんですけども、皆さんはぐっすりお休みいただきたいと思います。はい、ということで木田さんもういいです。そのまま車でお帰りください、はい、ありがとうございました、はい、どうも、はい、ということで皆さんすいません、目が覚めちゃいましたか、大丈夫でしょうか、一気に目が覚めたというコメントが多くなってますね。はい、というわけで、はい、皆さん今日もありがとうございました。来週は誰になるのかな来週ですね、実はまだ誰がやるか決まっておりません。はい、この時間ないとは。私は佐賀に金曜日から土曜日行っておりますので、来週この時間は須田さんか村田さんかどちらかになるかと思います。はい、ぜひ来週もご覧いただきたいと思います。でもちょっとナイトの記録すごいですね。とにかく人数といい、ソラミッションの参加者数といい、本当にねこの番組は皆さんに支えられてますので、また来週以降もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんおやすみなさい。こんばんは。10月26日土曜日のソライブトワイライト、前家泉が担当いたしました。ありがとうございました。今日はトワイライトの前の午前2時10分ごろに福島県沖を震源とする地震が発生し、その時間は津波の注意報出ていた地域もありました。皆さん被害などはなかったでしょうか。トワイライトの前までM スケール2になっていたんですが、ソワイライトの中でも気象センターの山口さんに詳しいお話を聞いたり、地震津波の会のお知らせもしていきながらお送りしていきました。やっぱり突然地震が来るので、そういう時のために備えて、まず情報をしっかり受け取れる環境に皆さんにもいていただけたらなと思いますので、ぜひその一つとして地震津波の会の方もチェックしていただければなと思います。ちょっとね、夜中だったのもあってびっくりしたっていう声も多かったですけれども、その後注意報も解除になって皆さんもほっとしたっていう声が聞けたので一安心しました。はい、そしてあとは台風27号の影響と前線の影響とで雨のエリアもだんだんと午後にかけては回復ということでしたので、ちょっとずつお天気も戻っていったのかなと思います。はい、今日は久しぶりのトワイライトでした。4月ぶりくらいのトワイライトだったんですけど、いやなんか緊張しましたねでもタイトルコールの一個一個が懐かしくって、まず空ボタンの時点でバッチリ雲の隙間、雲越しぼんやり、残念無理で、このなんか流れが懐かしいなってすごい思いました。あとは魂の天気マークとか、いや懐かしいですね。今日は30回目のトワイライトだったそうですねチャットで教えてもらいましたけれども、はい、ということでしたが、またもしもトワイライトやることがあったら、また皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思います。またよろしくお願いします。それではこの後も皆さん素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。おやすみなさい。こんばんは。10月26日のソライブモーニングを担当させていただきました。エガです。こんばんは。昨日はモーニング週末ということで土曜日だったんですけれども、やっぱり雨
大雨情報気になるところだったので追っていきました。特にですね、中部エリア、東のエリアから関東にかけてが激しい雨の報告届いていて、幕張もお天気カメラでですね、常に雨粒がつくような状態だったりとかしていて、ワイパーが動いてもすぐについたりとかっていう、この強弱を得ることができましたね。結構強い雨も降って、また大雨になったところも今回の台風や前線の影響であると思うんですけれども、皆さん大丈夫でしたでしょうか。また夜、午前中なんですが、2時10分ごろに地震があったということで、皆さんからの報告で長い揺れでゆらゆらと長時間揺れたということで、コメントやリポートも多くいただいていました。私も地震の速報で起きたんですけれども、皆さん被害などはなかったでしょうか。最大震度4ということで、しかも夜遅い時間だったのでね、もしかすると何か落ちてたかもしれませんが、やっぱり普段の備えっていうのは重要だなと思いました。皆さん、今日は日曜日です。お出かけすることができるエリアもきっと多くあると思いますので、楽しい日曜日過ごしてください。ではおやすみなさい。サンシャイン二夏目がお送りしました。今日は台風の影響で関東や東日本や北日本ほどサンシャイン中は雨でした。ただサンシャイン中結構西の方、東海も朝は降ってたところもありましたが、だいぶ晴れてきて、リポートを見てて東海エリアの晴れが気持ちよかったです。あと今日一番気持ちよかったのは宮崎県の晴れのリポート一番最初に紹介したんですかね、本当に快晴でいいなと思いました。日曜日はああいう青空がもっと広がってくれたらなと思います。そして今日はなんと中継がありました。私も朝来て知ったんですけど、ホーリーがどこか行っているということで中継をつないでいきましたが、ホーリーは埼玉にいました。埼玉クリテリウムバイツールドフランスという自転車の大きな大会だそうです。自転車といえば川村さんも欠かせません。川村さんもバッチリ行ってました川村さんのあの服装がとても良かったですね。半袖でしたけど、寒そうでしたけど、まあでもハロウィンが近いのであれもいいのかなと思いましたでも選手と同じような格好をしてて、なんかコスプレですって言われても、いやちょっと気合入りすぎですよね、はたから見ると思っちゃうかもしれないですね。でも川村さんも元選手ということで行かれてたみたいです。なんか寒そうでしたけど、やっぱ楽しそうでしたね。中継すごい人多かったですよね。ホーリーの後ろにすごいたくさんの方がいらっしゃいました。そしてちょっと今ねここになぜかサワデが置いてあるので匂いがすごいんですけど、ちょっとほんまにここに置いておくのはなんかどうなんだろうって思っちゃいますけどまあいいのかな、はい、そんなこんなで、でも中継があるとなんかやっぱり楽しいですね。番組も少し変わる気がします。あ、そうだ、そして丹羽さんとの世界天気の見方、最初日曜日を予定していたんですが変更です。29日火曜日に変更になりました。丹羽さんはどこで出てきてくれるんでしょうか。11時か12時だと思いますが、まだ確定してません。丹羽さんへの北海道の話もちゃんとオープニングトークの雑談のところで聞いていきましょう。あれがないとちょっと丹羽さんの面白さが出てこないということに最近気づいたので、やっぱりあそこをちゃんと充実させていきますではまた日曜日のサンシャインでお会いしましょう。おやすみなさい。
スライブコーヒータイム、お付き合いありがとうございました。今日はコーヒータイムの本当にもう終わるぞ、番組終わるぞっていうところで台風27号が温帯低気圧に変わったということも聞きまして、まあ、少しほっとしました。もちろんですね、そこで勢力が一気に収まるかっていうとそうじゃないんですけども、まあ、名前が変わったっていう分、これまでの猛威からまたちょっと収まってきたということだと思いますので、まあ、そこで安心しつつ、あとは現時点で台風27号で大きな被害が出た、26号で被害を受けた伊豆大島も含めてそんなに効いていないというところもありますので、まあ、ちょっとは安心と思いつつ、ただやっぱ橋が流れたとかそういったところもありますので、もしかすると皆さんの今お住まいの周りで何か変わってるかもしれません。なのでしばらくは安全に気をつけていただきたいなと思います。いや、今日のコーヒータイムは台風を追いかけていったというところもあったんですけどもね、あとは追いかけたのはやはり太陽さんですね。ここ最近ずっと見えてませんでしたからね、ここで見られるかなどうかなと思ったら、見事にですねサンセットに変わった瞬間に天使のはしごが現れるという、もう柳さんが番組が変わる頃に太陽出てきそうですって言ったらその通りになったので、もうなんと悔しいことかと。でもブランドが守れてよかったですねっていう、よく意味のわかんないことも言われて、ちょっと謎だったんですけども、まあ会ってないですからね太陽には。なのでちょっとこの後帰る時にちょっとでも会えないかなって、夕日に会えないかななんていうふうには思ってるんですけどもね。はい、まあ、夕日より前にですね世間はハロウィンパーティーということもありまして、なんか怖いやつに会いそうで怖いんですよね。またね、本当にもう京葉線の乗り換えの東京駅の動く歩道で目の前からゾンビ歩いてきた時どうしようかと思って、めちゃめちゃ怖かったですよ。もうただでさお化け屋敷大嫌いなのに、まだこうね、女装とか男装でイケメンみたいなのがいるとかだったらいいんですけどね、もうゾンビ合わないかどうか本当に気になってますけど、何なんだろうコーヒー幕張に何があるんだろう。まあ昨日はライブがあったらしいですけどね、今カメラ持ってる大石くん情報によると、そこに行く人がなんて人たちだっけ、バンプスだからハイドさんとからしくて、まあ、ちょっとビジュアル系とかの方みたいなんですけどもね、まあ、そこに行く方がそういうメイクとかするのは分かるんですけど、本当に血のりとかのゾンビはぜひやめていただきたい。通報しましたってなりますよ、もう本当にね。これから帰る時不安なんですけどね、まあ、私もちょっとこれからハロウィンパーティーがありますのでどうしようかなと思ってるんですけど、コスプレはね去年はハロウィンパーティーの時に間に合うって言われて、間に合うって言われたから買ったのに結局間に合わなかったっていうのがありまして、そこで辛い思いをしたので1ヶ月以上前に予約してやると思って、もうすごい早い段階で予約したんですよ。これでコスプレ衣装1ヶ月後でもまだ大丈夫と思ったら4日後に届いたんで、まだずっとあったんですようちに。ちょっと前に出したら結構シワシワになってたので、ちょっとそこ伸ばしながら楽しみたいと思ってます。どんなコスプレするか、多分もうこの時間にはねツイッターとかに上げてんじゃないかなと思いますので、ミイラそんなのわざわざ頼まないでしょ、薬局で買ってくるよ包帯を。ね、ちなみになっちゃんとキッシーも来る予定なので、はい、まあ、2人とも私のコスプレ衣装を貸すんですけどね。お互いに写真を送っといて、こう何がいい何がいいっていうのをですねあらかじめ聞いといて、それを持っていこうと思っているので、はい、まあ、多分ツイッターに上がってんじゃないですかこの時間だったらね。はい、ということで、まあ、そんな季節、ハロウィンっていうね季節も一つありますけども、いろいろと楽しんでいきましょう。では日付変わりまして、今日はお休みをいただきまして、月曜日サンセットでお会いしたいと思います。それではおやすみなさい。皆さんこんばんは。10月25日土曜日のソライブサンセット、澤田みなみがお送りいたしました。ありがとうございました。さあ、まずサンセット始まった直後というか、まあ、直前といった方がいいですね、15時台に台風27号は温帯低気圧へと変わりました。これから日本からは離れていくということなので、まあ、雨や風も弱まって心配なくなってくるということではあったんですけれども、ただまだこれまでの雨の量が多かったエリアもありますので、引き続き急な斜面、土砂災害の恐れがありますし、増水した河川というのはすぐに収まりませんので、危険だなというふうに感じる場所には近づかないようにしてください。あとはもう天気だいぶ西日本から、ね、回復してきていましたので、久しぶりにサンセットリレーを行いました。皆さんサンセット見たくてうずうずしてたじゃないでしょうか。
しばらくこのサンセットリレーを見えるサンセットを見れる状況でもなかったので、まあ、サンセットリレーっていう形ではなくお天気ハングアウトっていう形で皆さんにはお天気の状況をお伺いしていったんですけれども、今日は待ってましたと言わんばかりにたくさんの方がご参加いただきました。大体20名ぐらいの方がご参加いただきまして、ほぼ夕日が見える形となりましたね。北海道はちょっとポツポツと雨が降ってきたっていう報告と、それからあと忍者雲が広がっていた神奈川県、あともう一箇所どこでしたっけ、あともう一箇所どこか曇っていたところがあったんですけれども、そこを除いては北陸はもうどんぐもりでしたね。寒い体感になっていたみたいですし、まあ、その3箇所を除いてはおつぬぎしたエリア全部すべてのエリアで夕日をお届けいただくことができました。皆さんご協力どうもありがとうございます。もうねサンセット終わってもう大満足ですよ。お腹いっぱい胸いっぱいっていう感じで、もうやり残したことはないっていう感じだったんですけれども、まあ、そのままアイリーにバトンをタッチしまして、私がふーと今なっているところでございます。まあ、引き続き週間天気を見ると晴れるところも多くなってくると思いますので、まあ明日もお休みの方多いと思いますが、紅葉を見にお出かけされたついでにサンセットハングアウトでもお届けいただけたらなと思います。明日も私が担当しますのでサンセットリレーよろしくお願いします。あとはちょっと寒気が入ってきていますし、冬型の気圧配置になるということもありまして、特に北日本、まあ、その他のエリアでもこう気温あまり上がらないですので、風邪ひかないように気をつけてください。ストーブつけているところ、もう冬のコートを着ていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、ご自身の体感に合った服装、それから温度調節をしていただいて風邪ひかないようにお気をつけください。では今夜も暖かくして皆さんゆっくりとおやすみなさい。明日も良い休日を。こんばんは。10月26日土曜日、ソライブムーンの振り返りです。今日も3時間ありがとうございました。今日もですね3時間お届けしていきましたが、今日はですね毎週土曜日の日替わり企画の最新地震火山情報がありました。今日26日はですね午前2時10分頃東北エリアで震度4の地震がありまして、その太平洋沿岸ではちょっとね大きな地震によって津波が到達したところもありましたので、まあ、その振り返りを行っていったんですね。まあ、その特徴や注意点などもこの地震センターの山口さんや予報センターの木田さんからお話がありましたので、ぜひね改めて今日見逃してしまった方も YouTube でご覧いただきたいなと思います。地震津波の回もですねぜひダウンロードしていない方は早めにダウンロードしていただきたいなと思います。やはり日頃から使い慣れているものではないと、こういう本当に慌てている時っていうのは心の余裕もねなかなかないと思うので、体で覚えてねいざという時に活かしていただけたらと思います。さあそしてですねあと今日のソライブムーンは結構ねリポートもいつもに比べると結構紹介できて良かったなと思います。やっぱりこうやって日替わり企画があったり充実している分とてもで紹介できるリポート数っていうのも限られてしまうところがありますので、今日はですねちょっと多めに紹介できた方なんじゃないかなと思います。星空ギャラリーも結構たくさん届いていまして、ちょっとね紹介できる数もね限られているんですが、またぜひよろしくお願いします。最近は本当に雲が広がったり台風がやってきたりして、ちょっと星もね眺められなかったので、なんかね皆さんからの星空ギャラリーリポートがもう本当に改めてもうありがたいな嬉しいなというふうに感じました。やっぱり穏やかな天気が一番ですね。私も最近は星の写真が全然撮れないくらい、私が帰る時には本当に雲が広がっていることが多いので、ちょっとそろそろねまた私のオリンパスのペンちゃんを使いたいなというふうに思ってます。私の釣り目をアップしてますか？
大丈夫ですか？そう、私釣り目だって、あんまりアップしないでください。私ね、釣り目なんですよ。私はね、頑張って頑張って垂れ目に見せよう、垂れ目に見せようという表情を意識しているんですけど、っていう話がね、なんかのタイミングでどっかに出たんですよ。どこへ出たかはちょっと覚えてないんですけど、なんでそんな話になったんだったかな。とにかく私から言いたいのは、釣り目の人は怖くないよっていうこと。だいたいね、1学期大変なんですよ。クラス替えとかして、なんか話しかけづらそうに思われたら嫌だなって思って、変にこうニコニコしてました。そうじゃないと友達できなかったらどうしようっていうのが怖いので、わざと消しゴムとか落としたりしてました。頑張ってるでしょ。ということで、今日も3時間ありがとうございます。明日日曜日も私担当いたしますので、明日は何やるんだろう。もうね、アルデバラン井上さんはアフリカに旅立つとか旅立ったとか、いろんな情報が今ちょっとね、まだよく分かっていないんですけれども、きっとね、またそのアフリカの金環海域日食についてもいずれご紹介していきたいなと思っているので、そちらも応援よろしくお願いします。では明日もぜひ素敵な休日をお過ごしください。それでは。